皆さん、こんにちは。ゼラです。さあ、今日はヨミエの旅路をやっていきたいと思います。こちら、スイッチと、あと、パソコンですね。私はパソコンの方でやってるんですけど、スチームの方でやっていきたいと思います。はい。で、こちらはもうすでにモッドの方を入れて、本来モノクロのゲームなんですけど、こちらの方、ちょっとカラーに変更して、見やすくプレイしていこうと思います。まあ、少しだけやったんですけど、モノクロだとね、ちょっとね、それはそれで雰囲気はいいんですけど、まあ、やっぱちょっと見にくいなということで、カラーでもう一度スタートしていきたいと思います。まあ、でももう一度って言ってもね、ほんと触りしかやってないんで、お、こいつこんな髪の毛の色やったの？緑色入ってるやん。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。なかなかね、すごく武士のストーリーを描いてるみたいなんで、己が心を開け、楽しみに。お、子供ね。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし、止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのか。覗いとる。油断するな。死を散らせば死を見るぞ。今一度、始めからだ。はい。はい。先生。移動は。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。了解。しかと見よ。おお。おい。おい。おい。近い。下がれ。おのが身につけし技を見せてみよ。ひろき。ひろき。はい。うまい。それは2回目やからね。で、強攻撃ね。はい。ガード。振り向き。目を離すでない。いやいや。時たりとも相手に背を向けてはな。いやいや、三十郎さんよ。あんたが向けで言うたんやろ。よし。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ。ほい。広き。ほい。ほい。防ぐのだ。ほい。やばい。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば。さすれば刀に囚われることはあるまい。あるまいと。タップね。受け流し。はい、受け流し。はい。はい、受け流し。ダメ？こうか。うまいこといかないよな。これでオッケーやろ？ダメなんか。ダメだな。早い？いや。オッケーやな。5回か。今日はここまでだ。明日は。三十郎様。一大事でございまする。ひろき。ここにおれ。されど。すごいね。やっぱなんか昔ってすごい。修行を忘れるでないぞ。一家違うし。己が死に従うのだ。常にな。ひろき。無事でおれ。無事でおれ。師父。愛子殿。我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは。気がかりでなりません。何があったのか明らかにしねばに。されど先生は、これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。絶対声ね、声カツカツやん。もうあかん。お、めっちゃ綺麗やん。これね、ここら辺までやったんですけど、ここね、こう回っていくと裏に回れるよね。で、歩いていくと、これモノクロやったらめっちゃ見づらかったんよ。はい。喋ることはできない。こいつは？もうすでに真剣になってるわ。よし。
自由に歩けるわけじゃないんやってね、これ。歩ける範囲が決まってるんよね。お、これこっち行けるやん。知らないぞ。ノブ様が言うには、京の都ではよく知られた料理だそうだ。ああ、なんかカラーの方がめっちゃいい。全然やりやすい。見やすいもんね、道が。よし。で、ここ帰るときは絶対ここの真ん中を通っていかないといけないっていうね、ふざけてるよ。外回りできないよな。よし、じゃあこっからは知らないから、どんな感じになるのか。戦いの場から離れれば自由に移動できる。はいはい。ありませんでした。目的が更新された。はいはい。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。あ、そうだな。あんなに急いで。お弟子様の後を追ってあんなに急いで。町の中か。いいね。何年行ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。すごくない？なんかずーっとスクロールでカメラがちゃんとついてきて。ほら、もうあんな小さくなった。雰囲気出てるわ。米引き立てだよ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。って言ったらね、言い訳やん。それは忍耐じゃねえやろ。よし、ひろき殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。なんかもしゃもしゃもしゃになってんだ、これ。これしゃべれるか。あいこ殿は、その。お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。これもうやばいやろ。サバ、アサリ、スズキサバ、アサリ、スズキ。この荷車を承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。上か、あ、この奥ね。門の外で何かあるようでございますな。はいはい、そうですか。これ合わせるんか。よっしゃ、はい、押して。かたじけのうございます。はい、さよなら。よっしょ、正門に向かう。こいつ喋れないな。はい、何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きないじゃねえか。なんか新たな収穫物、何取った？イザナギの絵。商売上がったりだ。いけない。切り盛りしてるってことさ。じゃあもう一杯送れ。なんか新しい感じだよね、この、なんていうかな、この設定。ここ行けるところは行けるけど、別に全員喋れるわけでもないし。間違いねえ。ここ手前行けないよな、これ以上。ほら、この人とは喋れないし。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。いい。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。お、ほら、見え、どこや、これか。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。はい、こっち。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。貧乏かって。ったな。よし、よし、持ってきな。銭はいらねえよ。銭はいらねえよ。明日また買いに戻りまする。必ずや。めっちゃいい子やな、この主人公。具合わせ。これ、使えたりするの？使えんやん。使えないわ。あと、これ以上いけない。じゃあ、右行か。よし。てんてん。追ってこんのかい、お前は。よいしょ。これは？立ち寄ることで、これまでの旅路が記録され、体力と気力が完全回復。よし。寝てるわ、こいつ。広い広い、街が広い。大丈夫か、これ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。粋なこと言うじゃねえか。あいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出した。
って言いやがった。まあ、それも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだというのさ。うまくいけねえことだってあるさ。間違えた。ダメだ、声優になれよ。ゲドゲ、わしの番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。俺どこ行った？これか。おーおーおおお、びっくりした。怪我はありませんか？いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、お客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、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 ありがてえ。いやー、これモノクロやったらこんな綺麗じゃなかったんやったな。よっしゃ。失踪。B 長押し。こうか。あ、走れるやな。初めから言ってくれよ。ヒロキ殿。何の声？今のは何者かの叫び声でしょうか？いかにも。いかにも。先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。取っとこうぜ、アイテム。走ろう、走ろう。まあ、大体こういう RPG ってあれなんだな、泥棒ね、泥棒みたいなことばっかしんですね、盗んで。ずっとダッシュできるからいいんだけど、足短い。少年よ、足が短いぞ。急げ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 。どこだ、画面の切り替わりが。わけわからん。敵だー。来た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 。ハゲ散らかしとるやん。ハゲ散らかしとるって。じゃ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 、大丈夫か。やりやがった。よし、はい。皆を、私は父上を見つけます。了解。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。なるほど。人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わせ顔を見る。はじはじはし。そして拙者は、拙者は、あ、拙者は、あ、拙者は。お行きくだされ、案ずることはございません。いやいや、俺の方が危険やからね。お前卑怯やって自分の町に戻るの。汚いやつめえ、この野郎。一応保存。よし。行くか。敵じゃー！敵じゃー！やばい、いるやん。いざ、尋常に。一本目、勝負。小僧、いかにしてわしを止める気だ？こうしてだ。拙者は侍じゃ。拙者は侍じゃ。臆病者が。はい。えいやっちゃ。さあ、払いのけてパリからの切り裂く。血出とった。怖い。主婦、主婦、主婦、待ってくだされ、主婦。はい、主婦。来た瞬間、主婦。上行けんやん。おい、劇みたいになっとるやん、こいつらの覗いて。お、来た来た来た。見逃してくれ。回復ね。はい、セーブ。すごいね、なんかの世界観がすごいいい、いいよ。カード。LB 長押しで、自動的に攻撃される方向を向く。あ、なるほどね。あ、じゃあ別に後ろから攻撃されても、これをしとれば、ちゃんとガードできるってことか。OK。おい。来た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 。払いのける。はい。は
い、腹抜け、はい、パリね。うまい。これ系はね、もう死にゲーで腐るほどやってきたからね。なめんじゃないよ。俺だってできるんだよ。どこ行きゃいいんだ？ここか。おっしゃ。おつぼ。体力増加。おっしゃ。セーブしとこう。よし。取りこぼさない。泣くな。俺が来たから大丈夫だ。泣くな。この向こう水なもののふは誰だ？して！手玉の！拙者は侍じゃ！ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。なんで上半身裸ねんってこいつ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば読みへ行け、愚かなわっぱが。いざ。最後じゃ。はいはいはい、やったー。この先は誰も通さん。はいはいはい。振り向きね、オッケー。はい、これね、オッケー。お？おい、かかってこい。逃げんじゃねえ。おっと、ここにセーブポイントある。良心的。すぐにセーブポイントがあるのは良心的。ここはいけない。なったん、あいつ今の敵。気になるな。叫んでるやん。回転 B。ああ、転がるってことね。はい、はいやー、はい、刺しに行く、はい、はい、あなた様は守り神様の化身か何かでございます。守り神の化身でございます。渡すが、あ、守り神の化身でございます。戦国この前を駆け抜けていきなされました。わかりました。じゃあ行こう。飛び道具、何右押して変えて R1 で飛び道具。ああ、そういうことね。なくなったやん。ひどい。なくなっちゃった。泣くな、泣くな。誰もおらん。行くぞ。ここにおる。はい、はいや。はい、次。はい、パリ。はい。はい、強切り。よいしゃー、次。経験値とかなさそうやな、これ。すでに村の多くが燃やされ。うまい、ノーダメージ。ノーダメクリアできるんちゃう、これ。はい、セーブ。え、めっちゃ景色綺麗。拙者を。閉まる、閉まる、閉まる、危ない。腕が、腕が、腕がいなくなった。なんてこった、なんてこったい。入れるやん。新たな、なんて読むの、確定、確守。殺しの武器を指にはめること、なんとか、うん、不意をつかれた者は哀れである。は、隠れた刃は、最も強い敵でさえ不能にさせ、あるいは盲目にするとさえでき、することさえできるのか。これ使えるんか、これ。使えるんじゃねえか。何枚意味わからんな、この、持って。後で使うことできるのかな。おっと。えぐい。あ、なんか程よいゲーム感でいいね。あいつら百姓は何も持ってねえ。押せるやね。ぶっ飛ばしやるぜ。大層な量になるってもんだ。どい。はい、パリー。はい、次。はい、パリー。振りかぶんじゃねえよ。はい、ガード不能、強切り。楽勝。この幾多の死にゲーをやってきた俺にとっちゃ楽勝よ。これ登れんの？登れたりする？登れるやん。危ねえ、隠しルート。なんかある？なんかある？意味あるんかいや。は？大丈夫か？ここに回復ありそうやな。おお、やられた。そこの木を持ってこい。あよせ、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。うん。どこ行けばいい？これ左か。来た来た来た。まあここは手堅くパリにして切ると、はい、次。そこで止まれ。あぶれって。下から上から上から切る。あぶれ。痛い。はい、一発。
侍は、あべ、全然見え。何これ。上登れる。あ、登れるやん。合ってるんか。手を出せない。はい。はい。危ない危ない。あわよ、切り殺されるところです。大丈夫か。泣くな泣くな。よし、こっち行けるんか。頼む、頼む、こんなに違う。次、はい、はい、はい。だってここ行くのいいけど、さっきの下行けそうやったな。なんかあった。行けそうやな。降りてしまう？あ、やっぱ降りてしまうよな。よし、また。壁を登れ。己を買いかぶりすぎじゃ。はい、はい、次。はい、やった。競技に、これで大丈夫じゃ。奴らが退いておる。これは先生の行いか。これは先生の行いか。先生、先生。こっち反対、あえて反対がいるのよ。社の中に何かあるはず。バイ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 。はい、来た瞬間刺す。危ない危ない。俺の方が早いよ、月の方。あぶね、あぶねー、ナイス。操作性結構いいよ、このゲーム。悪くない。新たな収集物。はい。記録増加。よし。これで、走っていく。なんかあそこ光ったよね、今。ドア、大丈夫か。大丈夫か。あらー。潰されてるわ。ここにおとどまりを。どうした？されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。手柄ではない。恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。棒手裏剣。ちょっと棒手裏剣って何？棒手裏剣これか。飛び道具、離れた場所から攻撃したり。防止利権。うん、これが防止利権か。これしかないもんな。よし。行くぜ。どこどこどこ。来た来た来た。お、先生や。はい。くれてない、ヒロキ。なあ、あんだって。小僧。刀か。年派もいかぬ小僧の手に、我が折々幼なし。我が我が父を討ち取りし時よりも。まさかここでスネークが出てくるとは。刀を見せてみよう。何の修練も積んでおらぬ。はい。悪い。強い。危ねえ。はい、はい、強いぞ。はい。痛い痛い痛い。さあ、参れ。痛い。あ、強いこいつは。先生、あとは頼んだ。切ろうとは、武士の風上にも置けん。武士の誇りなど、弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。あー、師父。あれ？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 でも、シフは？やっぱりか。やっぱりこのパターンね。ヒロキ、
皆が恩師を頼っておる。皆を守るとちぎりを交わせ。ちぎりを交わせ。困りました。ちぎりを。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし。はい、凍ってきた。アイコを頼んだぞ。先生の名を汚すようなことはしませぬ。こいつ上着しか着てないやん、今思ったら。下ノーパンやん。お、大人になったってこと？めっちゃ映像綺麗。ヨミへの旅路、トレックトゥヨミ。この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。お、アイコ成長したな。いかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば、川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。声変わった。誠にその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、アイコそんなに可愛くねえよな、これ。その上で橋を落とし、うん、設定がそういうのか、わざと。奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。誰だ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが。わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。お悔やみ申し上げます。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。勝手に行くの。勝手に行かないで。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。ヒロキ様。なんであなた様でんて。ヒロキ様でええやん。先生の名を汚すようなことはしません。これでプロローグおしまい？はい。じゃあちょうどここで区切りがいいんで終わりましょうか。まあ、これで一章みたいな感じでおしまいかな。はい。上川村の者どもでございます。ちょっと一応セーブポイントまで行ってからやな。では、奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。あらららららら。みんな連れてかれた。参る。お、いきなり来たやん。ちょ、待った待った。はい、後ろ切り。はい、後ろ切り。はい、はい。はい。楽勝よ。死んでおろうが、拙者は神川村にたどり着かねばならぬ。セーブポイントどこよ。こっちか。あ、こっち行き止まりか。あぶねー。アイテム、貴重なアイテムを取りこぼすとかやったら。よし。とりあえずセーブポイントまで行って終了しよう。オッケー。いいね、ことがいいね、ことが。足は落とされた。ならば、倒れろ。
って倒れろ。えじゃあ志と指導は山をも動かすいやいや押しただけやからな。お前セーブポイントないの。いや複雑あセーブポイントやん。オッケー見つけた。はい、じゃあ一旦ここで終了しましょうか。はい、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。続きはまた次回にやっていきたいと思います。それではゼロでした。バイバイ。